皆様こんばんは。人生2回目のアフレコ、ちょっと緊張しています。多めに見てね。2022年マユサリーのお誕生日パーティーコンサート、言えたを始めるために、今からちょっと大好きな皆さんに会うために、ちょっとでも綺麗になるために、おてての肘のシワシワに大好きな、私の大好きなジャスミンの香りの、美容液をもう腕にふんだんにただいま塗って、テンションを上げて準備をしています。緊張しています。ちゃんと歌えるのでしょうか。このスカートで衣装はいいのでしょうか。ド緊張をちょっと抑えるために、温かいホットカフェオーレを飲んでいます。いろ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 また考え込んでいます。歌でいいのか、そしてこのスカートでいいのか、それともそうだな、もう一つの、そうそう、このスカートの方が皆さんは大人っぽくて好きかしら。ちょっと着替えてみますね。待っててください。はあ、この上はそう中に入れた方がいいのか、出した方がいいのか。出した方がいいかな。いや、やっぱり中に入れた方がいいのだろうか。迷うな。ちょっと待ってね。よし、たた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 た、調子乗ってます。嘘嘘、調子なんか全然乗ってない。緊張をごまかすために強がって踊っております。今日もお目に回しております。歌う前って緊張します。よし。強がりはその辺にしてですね、でもやっぱり上出した方がいいのかなとちょっと悩んできて、回転してみましょう。くるくるくる、あー、めまいがしました。危ない危ない。はーい、皆様、本日は、まゆさりの2022年のお誕生日会、お誕生日パーティーに来ていただき、楽しい時間を過ごさせていただきました。本当にありがとうございます。あと何回こうして大好きな皆様と私が楽しいお誕生日を、お誕生日パーティーをできるかどうか分かりませんけれども、貴重なこのパーティーに本日来ていただき、楽しい時間を過ごせたこと、心より感謝いたします。それでは大好きな皆さんに、私の今大好きな歌、下手くそで音程もずれますけれども、大好きな歌を2曲歌って、皆様と本日のパーティーは締めさせていただきたいと思います。いきます。もうね、ちょっとズレズレですよ。音もよろしくお願いします。タンタタタンタタタタタタ、ママの選ぶドレスは似合わない年頃よ、いつまでも子供だと思わないでほしいの、ピンクのマネキュアさえまだまだお預けなの、少しずつこの胸がときめいてるのに、恋したら誰
素敵なレディーに変わる日を夢見てる。ロケットに忍ばせた写真を見つめながら、今日もまたため息で一言お休み。真夜中のテレホンも許してくれない。いつになったなら自由に会えるのかな。大人へのステップを歩き始めてるのに、若手はもらえない私のこの気持ち。タタタタタタンタ、恋したら誰だって綺麗になりたい。素敵なレディーに変わる日を夢見てる。引き出しの奥にある私だけのダイアリー、片隅に書き込んだ一言 I love you。 片隅に書き込んだ一言 I love you。 タラララララ、ハッタラララララ、ハッタララ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 ラ、うらうらの、うらら、うらら、うらうらよ、うらら、うらら、うらうらの、この世は私のためにある。女一人取るために戦してもいいじゃない。それで夢が叶うならお安いものだと思うでしょう。指をキリキリ、心臓めがけ逃がさない、パート狙い撃ち。はあ、神がくれたこの美貌を無駄にしては罪になる。世界一の男だけその手に触れても構わない。すごい。あと一曲で、ラストの一曲となります。はあはあ言ってます。ですね、2022年、YouTube やって大好きな皆さんとこうやって、誕生パーティー、できたこと心より、本当に嬉しいです。ありがとうございます。体力気力ありますので、来年はちょっと私ね、来年できるかなってまた本当に気弱なんで思います。でもそうやってできるかな、今年クリスマスみんなとできるかな、できるかなって思いながら、皆さんの優しい励ましのもとこうやって、もうすぐ YouTube して2年になります。で、誕生日初めてさせていただきました。2023年も、37歳の誕生日も皆様と送ることができるでしょうか。嘘をついとくつくと噛みますね。はい、それではラストの一曲、皆さんと元気にいきたいと思います。マジで恋する5秒前です。じゃん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 、ワンツースリー、スリーフォーファイ、ワンツースリーフォーファイ、ワンツースリーファイ、ワンツースリーフォーファイ。ボーダーの T シャツの裾から覗くおへそ、しかめ笑顔のままの背中、すり抜けてやってきた。渋谷はちょっと苦手、初めての待ち合わせ、人波をかき分けながら滑り込んだ5分前。ずっと前から彼のことを
私にマジで恋しちゃいそうな約束の5秒前。ワンツースリー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 フォー。子供じみた趣味だとあなたはからかうけど、二人で写すプリクラは何よりの宝物。カニ座の女の子ってどこか少し大胆、さりげなく腕を絡めて公園通りを歩く。あっという間に日が暮れてさよならの時が来る。グッとくるセリフ探して黙り込んだ。今度はいつ会えると不意に聞いたあなたが、マジでキスをくれたのは門限の5秒前。マジで今夜眠れない真夜中の5秒前、真夜中の5秒前。じゃん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 。はい、ありがとうございます。はい、それでは、はい、それでは本当に楽しい誕生パーティーになりました。本日は遠路はるばる遠くより来ていただき、楽しい時間本当にありがとうございました。来年もよろしくお願いします。最後にウニ連れてきました。ありがとうございます。眩しいね、ウニ。ウニちゃん眩しいな。それではまた。ありがとうございます。